ブラックだっけー。あーまた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 。メジャーのリーダーハルキです。ライトです。のさです。もっちもっちというわけで今回はオリジナルゲームカラダブラックジャックを開発してきました。彼が、まあ、このゲームの基盤っていうのはギャンブルであるブラックジャックというゲームなんですけれども、あれはトランプをめくっていって、多分2回か3回ぐらいめくって21に近づけていくゲームだと思うんですけれども、今回はそのルールを基準にトランプの数字ではなく、僕ら自分たちの体のパーツの長さを使ってある数字を目指していこうというゲームでございます。でまあチキチキと言った通り、目標数字を設定してドボンしないように調整していく感じでございます。ブラックジャックって言ってるけどチキンレースみたいな、そう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 。ルールを把握しましたか。はい。というわけでさっきここにくじ引きを作りました。これを引いて出た体のパーツを測って目指していきます。まあ細かいことはね動画見てればわかると思うんで、早速やっていきたいと思います。というわけで今回は体ブラックジャックです。やっていく。何それ。で今回トーナメント制にします。なのでじゃんけんで分かれます。クッパーですね。分かれましょ。どう予選第1回戦ハルキ VS カイト、2回戦がモッチ VS のせいということで、これで勝った方が決勝で戦います。レイ。ではまず目標数字を設定していきます。さすがに21じゃ少なすぎるということで、ランダムに数字を決めていきたいと思います。まあ iPhone の乱数シミュレーターを使って決めていきます。乱数シミュレーター49です。おー49。はい、今回は49を目指していきたいと思います。じゃあ最初はグーじゃんけんぽい先行で。おー1枚目、こちら足首一周。おお、まあ、20センチです。20センチ結構結構稼いだな。20、よし、あと29。小指。おお、まあまあまあ手堅い手堅い。7センチ。うわこれきびいよ。何回だっけ。まあ刻めるっていうのがいいよね。そう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 、まあ、何回か決まってないから、俺は次29センチ以上が出る可能性を考慮してやめてもいい。いきまーす。おっ鼻の穴。おー刻むなー。2センチ。2センチ。2センチもあるか。広くね俺鼻の穴。いや2センチはここからなんか。こんなもん。肩幅。あー42センチ以上が出れば。40。お8センチ。あー機運の悪さだね。ドボンです。鼻の穴と肩幅だったら完璧だった。完璧だった。おー予選第1回戦ハルキの勝ち。あーくそー刻んで刻んでって感じのがなかった。次かーかおい。第2回戦のせとモチです。はい、行きましょう。乱数シミュレーター。答えは84です。おーだいぶだいぶ見えるかな。84はでかい。最初僕じゃんけんぽい。はい、こいしょ。はい、こいしょ。先行で。じゃあ1枚目いきます。小指ですね。小指。手堅いとこ行きましたね。7センチ。7センチ。あー。いきまーす。はい、手首一周。手首一周。15センチ。15。おっそー。はい、じゃあ次行きます。足首一周。おー。まあ20センチやな。20センチ。20センチ。やっぱ相場決まってんな。相場決まってきてんな。体型変わんねえもんね。そう、これが。はい、行きまーす。耳。耳耳これはね、選べるんですよ。え、どういうこと。どっちか。いや、縦だろ。縦か横か。縦縦縦縦。6センチ。次いきます。乳首。これさ、乳首。大衆の前で乳首を晒す。最悪だよ。上がってください、カイトくん。カイトくん。僕の乳首を測ってよ。3センチ。何センチです、僕は。いいですか、皆さん。覚えておいてくださいね。いきまーす。はい。鼻の穴。鼻の穴。もう、俺と。すぎだわ。2センチや。左鼻がいいな。1センチですね。俺、ちっちゃ鼻。俺の鼻の穴が広いことになって。刻みすぎちゃう。今、ちなみに、のせが30センチ。もっちが22センチです。何それ。はい、次これいきまーす。薬指。おお。薬指。肩幅とか欲しいもん。むしろな。
9cm。 9。 今39ですね。いきまーす。ウエスト。ウエスト。おー、でかいね。これは攻める。あれ待って、これ今22か。でもモッチが62cm 以下だった。62なわけない。え、細いぞ。でも一回測ろうか。じゃあ、なんなの。おおっと、細いか俺。結果何ですか。71cm。 あー全然ドボンドボン。というわけで、決勝に進んだのはノセ。でぃー、乳首晒しただけあるな。決勝戦です。はい。ここまで勝ち上がってきた自分の体の部位をよく理解している男2人ですね。同じ体型ですから。そうね、ほぼ変わんない。まあ、くじ運が命運を握ってくる。間違いない。結局運ゲーなんだよな。運ゲーになりつつあるこのゲーム。やっていきましょう。じゃあ決勝戦はシミュレーターで出た数字を2倍したいと思います。乱数シミュレーター。結果は35です。70。70。ああ、まあ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 。さっきの俺らよりしょぼくなっちゃったよね。最初はグー、じゃんけんぽい。あえて高校を選ぼう。なるほど、いいだろう、いい度胸だ。じゃあ私から引かせていただく。引くがいい。これだ。また乳首だ。これは測る必要があるのか。一応右乳首にしとけばいいんだね。右乳首を一応右乳首を測っておこう。お？ 2.5cm。 ちょっとちっちゃい。刻むな。右の方が 0.5cm 小さいことに気づかされたよ。ドロー。奥の方が引くわ。なんか同じの出てるからね、さっきから。こちら足。足。ちなみに腰骨から下です。あーあー、やったな。それはやっちゃった。やだな。どうだお前。まあまあ足長い方だべ。終わった。これは100cm ぐらいです。いきまーす。頼む。短足で合ってくれ。はい、結果出ました。はい、はい、お願いします。結果96cm。 やったー。決勝あっけな。乳首ごっち。